様々なタイプの扇風機扇風機とは回転する羽根によって風を発生させて量感を得る機器。通常、扇風機という場合には小型電動機の軸に羽根をつけ、その回転によって風を起こす装置を言い、電気扇風機のことを指す。なお、サーキレーターとは目的や構造が異なる。ただし、両者を一つの商品カテゴリーで扱う家電量販店や、 ホームセンターもある。同じ気温下でも風が当たると人体が発した熱が滞留しにくい上、汗の蒸発熱により体温を抑制し涼しく感じる。電気扇風機はモーターに羽根をつけ、そのモーターによってファンを回転させる送風機で風を作り出している。日本では江戸時代には複数の内輪を軸に固定して手回しのハンドルで回転させる。 扇風機のようなものが作られていた。世界初の電気扇風機は19世紀後半、モーターの発明とほぼ時を同じくしてアメリカで開発、発売された。直流に執着し、直流による発送電を行っていたトーマス・エジソンは、直流モーターの扇風機を発売するが、交流発送電が主流になるにつれて、交流式モーターのものが主流となった。日本では、 ゼネラルエレクトリックの技術で芝浦製作所が1894年に発売したものが最初である。本体に電球を備え付け、スイッチを入れるとプロペラが回るとともに電球が点灯する直流モーターの扇風機であった。電球はプロペラを回す直流モーターの回転を安定させるための抵抗であったとされる。欧米では天井線が主流であったが、 日本ではほとんど需要がなく、卓上扇風機を中心に開発が進められ、当初は町工場も製造していたが、次第に財閥系の大企業が製造を独占した。1913年には、川北電気企業社から12インチの交流電気扇風機が発売された。大正時代には三菱電機、富士電機、日立製作所などのメーカーも参入し、本格的に、 国産扇風機が量産され始めた。各社の宣伝活動が盛んになり、大正期前半の扇風機は黒色、4枚羽根、ね、ガード、首振り機能が基本要素だった。高価な商品であったため、大半の人は扇風機貸付制度を利用しており、扇風機はステータスシンボルであった。昭和初期には川崎造船所が左右だけでなく、 上下の首振りも同時にするに軸リンクの扇風機を発売した。当時は電気扇、電線などと呼ばれていた。扇風機は家屋や店、鉄道車両内などで広く利用され、夏の風物詩の一つともなった。俳句などしかで扇風機は夏を示す季語である。夏目漱石の日記でも扇風機が頭の上で鳴るなどと書かれている。高度経済成長期を経て、 昭和後半から平成期には冷房機能を備えた、エアコンが低価格化して普及した。扇風機が使用される機会は減ったが、夏がさほど酷暑でない地域に暮らしていたり、エアコンにより体が冷えすぎることを嫌ったりして、扇風機や冷風船を愛用する人もいた。2011年の東日本大震災以降、節電、省エネルギー、エコロジーなどが強く意識されるようになるとともに、 扇風機の良さが再評価され、再び使用台数、販売台数が伸びてきた。2017年時点、従来の誘導電動機よりも効率が良く、消費電力が小さいブラシレス直流モーターを採用した扇風機が多数登場している。扇風機にはエアコンに比べて利点がいくつかある。電気料金が比べて安価である、窓を開放した状態で使用でき新鮮な外気を、 呼び込める、部屋に快適な風の通り道を作り体感温度を下げることができる、エアコンに比べ設置の制約が少なく移動が勘弁、初期投資も安い等々である。また、クーラーの場合、足元ばかりが冷えてしまい、冷え性の人がひどく苦しんだり、部屋の内外での気温差が大きくなりすぎて、営業職などで、出入りの激しい人が体調を崩してしまう冷房病が起きがちである。 扇風機の場合、そうした心配がない。扇風機は、室内の空気を攪拌して、冷暖房を補助するエアサアーキュレーターとして使われることもある。また、洗濯物に風をあけて,て、早く乾かすための道具として使われることもある。電池駆動の携帯型もある。マニキュア、ネイルンの乾燥に最適などと謳っている商品も存在する。 USB 方式で 5V の電源を用いるタイプも増えている。ごく一般的な電気扇風機のプロペラファンの枚数は直線で構成できる2羽のの他は長らく3羽が主流であった。近年では効率化の観点から5羽が多い。これは正三角形、正五角形のように対角線が1筆書きになる図形を元にした放射線の方が 図面上配列を均一にしやすいことや、成形時に中心を取りやすく、かつ、工作精度の限界による、図形上の中心と重量上の中心のズレが発生しても、変回転を起こしにくく、設計、製造の両面で有利であったためである。これに対して、4羽六6羽といった偶数のものは、同様の理由から少数派である。4羽は、 普及例名の商品に見かけることがあるが、金属プレス加工やプラスチック一体成型のプロペラが主流になるに従って姿を消していった。唯一、東芝だけがプラスチック一体成型のプロペラ全盛期に至っても一貫して4枚バネを採用し続けてきた。主に東急車両製造製の鉄道車両のオート線に四羽扇風機が見られるのは、東芝が同社に 伝送品を納入しているる。関係によるまた、2011年に、東芝は、7羽の販売も始めた。なお、羽の見えない、いわゆる羽のない扇風機も存在する。商用電源用のモーターとして、大正時代から使用されたのが、不平行参照により参小巻線を駆動する、誘導モーターや分層型の誘導モーターであった。 1955年にコンデンサモーターの扇風機が発売されると、始動トルクが大きく、回転も滑らかになり、扇風機用モーターの主流になった。小型の扇風機には、クマドリコイルモーターが使用される。構造が簡単で安価であるが、効率が悪いため大型の扇風機に使用することはできない。 2011年以降の節電ブームで効率の高い DC ブラシレスモーターを使用した扇風機も人気となった。DC ブラシレスモーターは広い速度範囲での変速運転が可能で低速度でも安定して回転する。ただし直流を作るための回路やモーターの駆動回路が必要となるためコンデンサモーターを使用した扇風機に比べると効果になる。ガード部分は 前後面ともに中心から放射状に骨が張られているのが主流だが、目を細かくひし形格子状に設計している商品もある。なお、ガード部に被せる網目状のネットも市販されている。扇風機座敷等で使用することを目的とした、比較的背の低い自立型のものは座敷線と呼ばれ、高さ 70cm 程度が一般的であるが、 首を伸ばすことでさらに20センチメートル程度高くすることができる。これに対してリビングルーム等で用いられる比較的線の高い自立型のものはリビング線と呼ばれる。主にヨ間マ等で使用するもので支柱が極めて長いまたは支柱の中間から上部に操作部があるもの。機能については座敷線とほぼ同じ。壁や柱に取り付けて使用するもので壁取り付け線。 壁掛け線と呼ばれる。高所にあるため、首を斜め下に向けて使用する。また、操作には、引き紐や、リモコンを用いる。床に設置スペースを取らないので、邪魔にならない。1980年頃に発売された、壁掛け扇風機には、赤外線でなく超音波を使用したリモコンのものもある。天井に取り付けて使用するもので、天井取り付け線、天井線とも呼ばれる。 シーリングファンともいい天井に取り付ける大型のもので直径は1メートル前後である。エアコンが普及するまで観光庁や病院、デパートなどで一般に見られた。エアコンと同時に使うと室内の温度がより均一になり冷却及び暖房効率が上がる。軸が天井固定でモーター本体に羽根がついて回転する形式が多い。ハワイなど南国では 一般的に使われている。照明と一体になったデザインのものもある。現在ではレトロな雰囲気を出すためにインテリアとして設置する例が見られる。人は風が当たると同じ温度でも涼しく感じるので夏場は下向き、冬場は上向きに風を送るようにすると効果的である。卓上で用いる小型の扇風機。電源はコンセント式だけでなく、 乾電池式や USB 式もある。大きな洗濯バサミ状のクリップによって固定するものはクリップ線と呼ばれる。その名の通り四角い箱に入っている。形は換気扇と似ている。1980年に三洋電機から発売された EF-0100 などはおしゃれな外観から人気を集めた。首振り機構はなく、その代わりにルーバーが回転する。 左右の角度調節は本体を動かすしかないが、上下は垂直から水平までできるものもある。夜間、窓際に設置して冷たい外気を室内に取り入れる、ウィンドファンとして利用可能である。青色の抗菌蛍光灯付きの製品も発売されていた。足とボックス本体の間に回転軸を設け、首振りを可能にした製品も発売されている。 一部の鉄道車両において冷房改造事故に装着されていた。多数の羽をドラム状に構成した遠心式の扇風機。タワーファンとも呼ばれる。ブロワーファンやクロスフローファン、白っこファンを採用した中上の扇風機。送風機とも言われる。サイクル線とも呼ばれる天井に固定して使用する扇風機で、銭湯や鉄道車両、駅のホームなどに取り付けられていた。 クランクなどを使用し、モーターを再作運動させる。大抵は電源を入れると同時に先定を始めるが、古いものでは紐やスイッチで先定を停止させる機構がついているものもある。パナソニックや日立はオート線を、三菱電機はサイクル線を品名に使っている。エアマルチプライヤーはイギリスのダイソン社により発表された扇風機で、羽根は本体内部にあり、 利用者が見えるところにはない。リングの中に周囲の空気を巻き込みながら、モーターで加速して風を発生させる構造。工場などで使われる大型のもので、羽の直径は様々。小型のものもあり、45センチメートル程度のものもあるが、もっとはるかに巨大なものもある。家庭でのンダ縁やラッカー塗料のガスを吹き飛ばすのに使用される。異臭やほこり。 地理を吹き飛ばすほど強力なタイプもあり、主に工場で用いられるが、45センチメートル程度のものなら、ホームセンターでも容易に入手できるので、多くの人が集まる、集会場や一般家庭でも使われている場合がある。電源は、単相100ボルトや200ボルト、酸性200ボルトを使用することが多い。扇風機の前方から、水蒸気を放出する器具を装着した。 扇風機である。ミスト扇とも呼ばれる。蒸発熱の効果を狙った製品でもある。夏場に熱気や湿気を吹き飛ばすために小型の扇風機を組み込むか後付けできる製品が各種販売されている。作業着、リュックサック、傘、ベルト装着型、首掛け型などである。こたつの電熱部と取り替えて足元を冷やせるタイプもある。 日本工業企画 C9601 扇風機エレクトリックファンズは扇風機の形状、性能、安全基準、試験方法などについて企画化している。扇風機の形状により、卓上用、座敷用、床上用、壁掛け用、天井吊り下げ首振り型の5種類をまず定義している。座敷用と床上用は共に床置き形であるが、 首の高さ調節機構による最大高さが1.3メートル未満のものを座敷用、それ以上のものを床上用としている。その他は前述の通りである。このほか、扇風機前方の風速分布が同心円状とは大きく異なるもの特殊型としている。羽の大きさは直径20.25、30.35、40センチメートルの5種類が定義されている。 各大きさによる風速、風量の最大及びその状態での消費電力の最大は以下の通りである。測定方法や条件、測定値の許容範囲等は規格による。古い扇風機は経年劣化により火災を引き起こす可能性もあるため製品評価技術基盤機構などの団体が注意を呼びかけている。特に安全対策が施されていない。 ドリ型モーターを採用した扇風機に対し課題を感じている専門家もいる。扇風機に採用されているモーターの種類には他に誘導モーター、整粒子モーターがある。また、火災原因の一つへの対応としては、埃防止加工が施されている商品もある。2010年以降、消費者庁が報告を受けた62件の扇風機による 火災事故で15年以上の使用による事故32件のうち28件が製造から35年以上経過した製品であり、それらの製品については製造メーカーが使用の即時中止を呼びかけている。そのため、電気用品安全法の電気用品の技術上の基準を定める省令が改正され、2009年4月以降に製造された扇風機については、 長期使用製品安全表示制度により製造年と設計上の標準使用期間が記載されている。2011年には3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所での事故による電力危機で初回以降日本国内各地で扇風機の需要が急増しな薄状態となった石油ランプを熱源とする ホットエアーエンジンファン、ありがとうございます。